どうも、つゆちゃんことつゆながみです。はい、今回はですね、ちょっと急激にからし焼きをね、食べたくなってしまって、ジジにね、からし焼き買ってきてもらおうかなって思ったんですけど、からし焼きのお店がなんと年末でお休みということで年末年始で休みなんですよ。今日は業務スーパーに行ってきまして、こちらのちっちゃく見えますが運動の大きなこちらのお鍋でからし焼きを大量に作っていきたいと思います。何人前になるんでしょう。花まさに行ってきました。今日は何人前作れるかっていう話ね。これでね、これ何人前なんだろう。でもさ、多分普通にさ、お玉一杯を1人前としたらリアルに100人分ぐらいできる気がしております。からし焼きに関してはちょっと本当に豆腐と豚肉の量がわからなすぎてできるかなって感じなんですけど、もう食べたいっていうのが強すぎるので大量にからし焼きを作っていきたいと思います。なのでぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネルということでね、やばいですね。まず作る前にここを片付けろっていうぐらいなこちらがっておりますが、からし焼きを煮込んでる間に片付ければいいでしょうということで、よいしょ、花まさですね。花まさで買ってまいりました。よいしょ、こちらの、ちなみにこちらの辻チャンネルのエコバッグです。あー、しんど。みんなさ、正月休みに入っちゃってさ、バッシーもさ、いっちゃんもさ、いないっていう感じなんですよ。だから今日はターくんに付き合ってもらって、花まさの方に一緒に行って買い物をしてきました。ということで、まずもう購入品から行こうか。購入品ってほどでもないですけど、面白いかなこの購入品。今そっちゃんがね、全然ねこたつから動かないでいるからね、遊びに行っておいでって言ったんですけどね、やだって言ってね、じゃあお買い物頼んでいいって言ったらね、やだって言ってね、動かないとやばいよっていう話をして、今家中の雑巾掛けをやってくれてます。隅から隅までこの家の床という床を全部拭いて、このさ、タオル1枚を真っ黒になるまで拭いておいでっつって今ね床掃除をしております。頑張ってくれてる間に私は購入品紹介をして、からし焼きを大量に作っていきます。さあ、ではまず長ネギですね。長ネギと花まさってことで、もうでかいです。全部が生姜、すった方が美味しいってタックに言われたので、生姜と鷹の爪ですね。こちらの鷹の爪、みりん、焼肉のタレ、そしてもうラー油は前ね、これ1本入れて作ったことあるんですけど、もうこれじゃ無理だなと思って、このでっかいサイズ買ってきました。酒ですね。お酒と豚バラめっちゃ簡単な言葉よね、豚バラってね。どんだけ言えないのよ。豚バラがこれ1個が 800g ですね。これ 900g ですね。 900g の豚バラが 1,2,3,4,5,6 ということで、豚バラが約 5.5kg 分ぐらいあります。あとは家にあったこのサムギョプサル用の肉も一緒にもう入れちゃおうかなみたいな感じで解凍してあります。前回もからし焼きを作る紹介をした時に、絹豆腐と木綿豆腐どっちがいいかみたいな話になって、私は木綿派なんですけど、ターくんが絹派なので、今回も木綿と絹を半々で買ってまいりました。数えていきたいと思います。よいしょよいしょ、そしてもう破けたけど、1、やばいやばい、どんどん漏れてるやん。木綿、2,3,4,5、あー6、あー7、あーあーもうダメだ、どんどん出てる。8,9,10,11,12,13,14、木綿が14、そして絹が、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10の11,12、はい、ということで豆腐だけで12+14は26、そう26個の豆腐ですね26個の豆腐に6キロ近い肉です。いや、むしろさ、なんかさ足りんのかな。たーくんは
ん私チューブでいいじゃんって言ったのに、いや、すった方がいいよって言うから、もう責任を持ってこの生姜をすってもらおうと思います。で、あと薬味ね、上にのせるきゅうりですね。きゅうりも買ってきました。なので材料はこんな感じでございます。ということで、今がちょうど3時前、ちょうどじゃないね、3時前ってちょうど3時ならわかるけどさ、ちょうど3時前ってなんか日本語おかしいね。まもなく3時なので、早めに作って煮込まないとね、美味しくないので、これはなので、もう基本的にこれはあそこの大鍋に入れてしまえば、あとは火がどうにか作ってくれるので、ドバッと全部入れていきたいと思います。ニンニクだよね。ニンニクを切って、生姜をタンクがする。どっちみち豆腐に関しては混ぜると崩れちゃうから、最後の最後に入れてほんのり混ぜるぐらいな、混ざるのかっていう感じなんですけど、ほんのり混ぜるぐらいな感じのイメージでいきます。なのでニンニクを切ります。ニンニクはなんかね、タオくんの前に持ってきてくれためっちゃでっかいニンニクがいるので、この子を切っていきましょう。量も量で、牛乳パック切りづらそうだから、そのまな板でいこうかな。でも牛乳パックの方がいいかも。やばいんだよ、使っていかないとさ、やばいよ、まださいるのよ、こっちにもさ。大鍋なので全然参考にならないんですけど、見ててめっちゃ気持ちいいと思うので、ザコ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 入れていく感じなので、お暇な方は見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ニンニク、もうみんなで食べれば怖くないので、ニンニクはいっぱい入れます。ニンニクを手切ったさ、手とかさ気になるかもしれないんですけど、たーくんは手がニンニク臭くても愛してくれるので素手でニンニクを切っていきます。スライスですね。ニンニクをさ、そう切った時に、たーくんは私の手がニンニク臭くても愛してくれるけど自分の手がニンニク臭い時に、私ね割とこうやって寝ちゃうんですよ。自分の手がニンニク臭いとマジで本当にしんどい。私の手がニンニク臭くても愛してるでしょ。ちょっとそうでしょ、一緒にニンニク臭くなる。いや、生姜やってほしい。いや、生姜臭くない。いや、でもさ、どうなんだろうね、あのさ、彼女がさ、じゃあさ、もう本当に付き合いたてのさ彼氏に料理を振る舞うっつってさ、もうニンニクみじん切りした、じゃあパスタとかさ作るとするじゃん。で、彼女の手はさ、もうさ、ニンニク臭いわけよ。初めてのデートだよ、初めてのお泊まりだよ。みんなに聞いてるの？俺に聞いてるの？タークにも聞いてる。俺に聞いてるの、うん、みんなにも聞いてるけど、初めてのお泊まりで彼女が料理を一生懸命振る舞ってくれるの、うん、でも手がめっちゃ臭いのどこの度量が試されるの？まあそうだね、手がさ、ニンニク臭いぐらいで嫌いになってたらさ、もうダメだよね。それでもうダメっていう人はもうさ、もうダメだよ。だって一生懸命作ってくれた彼女の手がニンニク臭いだよ。ただただ臭いわけじゃなくてさ、その人のために一生懸命作ったから臭いだけであってさ、こういうタイプでこうニンニクを使わないんだよ。ペペロンチーノ食べたいって彼氏がさ、うん、言ったらニンニクはもうさ、ついてくるものじゃん。えぇ、ー、ってやったってやっちゃう。結構臭いな。結構臭い。今日うちは、はい、これまだ生姜だけどマジヤバくない？ニンニクはなんかさ、スライスだったよね、からし焼きだよ。こんなに繊維残っていくもんこれが悪い。生姜するやつあるんだよ。これわさびや。いや、生姜もいけるやん。やってみよう。絶対わさびやから、それ。いや、いけるって。繊維は一回切ろう。繊維これでやっとったよね。急にこれ出されたのえ、それダメなの？それダメなの？これ本わさびとかをこうやって生姜はいけないの？生姜はもいや、いけるよ。24時間かかりそう。ほら、ニンと一緒にさ、お掃除する？やる？お、まあ、生姜とニンニクはいっぱい入れてもいいよね。年末だし、みんな休みだし、俺も仕事収まってるし、うん、疲れてる。そうじゃ、一回休憩していいよ。
から。めっちゃいい運動だと思うよ。でも十分じゃない？そんだけ生姜ってこんなにいっぱい入れても。ニンニクもなんかさ、ずっと切ってたらこんなの。生姜とニンニクができました。油を敷いて、これを入れなきゃ。頭にニンニクを炒めて、豚バラを切ります。ちょっと待って、肉が思ったよりも多い、思ったよりも多い気がしてきたぞ。冷たい、冷たいんだかな。よしよし、肉が思ったより肉が多い。ちなみに今日のこの材料が1万3000円分ぐらい使ったんですよ。煮ようかな、なんかくっついちゃいそう。鍋に水入れよう。とりあえず肉をラスト。よしよし、頑張れ。はい、そうしましたらお肉が切り終わりました。コッションとパパさんはブロック遊びをしてます。生姜臭い手で。でも私意外といいよ、突っ込まれて。ニンニクはいい匂いだよ。そしたら次は焼肉のタレ、料理酒、みりん、鷹の爪を入れます。よいしょよいしょよいしょ。こんな感じですね。久しぶりだから本当に覚えてない。で、焼肉のタレを入れます。で、動画で前に焼肉のタレはいっぱい入れた方が美味しいって言ってたので、言ってもこの1個は多いかな、これ1個は多いかな。入れます。様子見かしら、ちょっと気持ち残しますか。料理酒ちょっと空いてるやつを先に使っていきます。料理酒もどんぐらいなのかしら。わからないですね。キリンですね。これもわからないですね。若干コクは欲しいから、みりんは多めに入れますか。そして鷹の爪、どう思う？どう思う？鷹の爪の量。あ、いい香りする。500g。いや、でかい。半分ぐらいじゃない。種入ってないから。バカ、辛い、辛い。1個食べたら辛いよ。大丈夫だよ。めっちゃ入れたぞ。で、ラー油、ラー油はどんぐらい？前回普通の鍋で1本入れてたんだよ。入れるよ、ラー油。怖い。マグマや。絶対辛いやん。汁でいい。エキスが入れば栄養分入るから。じゃあめっちゃ美味しそうじゃない？あ、いい香り。ちょっとちょっと。めっちゃいいよね。あ、めっちゃいいじゃん。ぽいよ。からし焼きっぽい感じにしておりますよ。甘っ。甘いよ。ラー油じゃない？ラー油と結局これ食べるのはさ、子供は食べれないから、トマト、やべえな、半分ぐらい入れちゃった。トマト、大人と、しょ、ここに豚肉入れるみたいです。みたいです。お肉投入します。ボトって入れたらやばそうなんで、そこはちょっと A 型っぽくトングでいきます。いきます。やばい、嘘やん。いける、いけるな。うわー、ちょっと待った、豆腐入るかな。多すぎたな、肉。もう一分いきます。多いかな。豆腐が、だし焼きってさ、豆腐と肉どっちがメインだと思う？豆腐。豆腐？そしたら肉こんなもんにしとこうか。豆腐入んなくなりそうだよね。豆腐入れてみないとね。豆腐がなんせ24個。入れてみる。でもめっちゃ美味しいと思う。一回沸騰させたいね。そうなんだ。アクを、豚のアクを。うまーい。あ、もうちょっと冷たい。いや、これで煮詰めたら、うん、めっちゃ美味しいよね。これ豆腐入れたら味変わっちゃうね。ではちょっと一旦。あ、回ってた。回ってるよ。
とりあえず今めっちゃいい感じに、いい感じに味が決まっておりますが、豚肉のアクが結構出そうな感じなので、アクを取ってからこの豆腐たちを、こっちもありますね、これはもうとりあえず入れよう、この子たちを入れてさらにまた煮詰めていきたいと思います。きゅうりの、めっちゃ良さそうよ。そうだね、とりあえずきゅうりの千切りあたりをやっちゃいます。そうしましたら豆腐ですね、たーくんがさっきお水をね、この周りのね、かけたお水ですね、あれをポイしてくれたので、この子をもうここに入れていきます。アクは取りました。のでーのでーで、いきます。ちょっと崩れやすいので大きめに切って入れます。とりあえず先に木綿から入れます。24個は入らない気がするぞ。やばい、パー君が開けた豆腐がほぼ絹やん。うわぁ、食ってるかしら。豆腐を入れてしまうと混ぜることが難しくなるので、とりあえず木綿を沈めて、次もう絹入れちゃったらほぼほぼ混ぜられないので絹入れていきます。うい、こちらも終わりました。やべ、やべ。いやでも24個は無理だ。じゃん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 。なんだこれ。待って、開けちゃった豆腐が。あ、俺開けすぎた？入れちゃいたい。で、何個入ったんだろう。もう一回作れるね。逆に。いや、豆腐いらんわ。まあ、量がエグい。豚火通った。豚を通って悪者いた。豆腐の量。上が絹なの。でもさ、多少崩れてるじゃん。崩れたぐらいでうまいね。うまいよね。崩れすぎずつけたいよね。豆腐の方が火をもっと入れたいよ。本当に伝わんねえんだよな、この大きさが。悔しいもんで。触れないように見とかないとね、逆に。450だから350ぐらいは入れたかも。ちょっと逆にニンニク足りない気もしてきた。チューブ入れとく。ちょっと生姜足そうか。生姜かな。うん。ニンニクのチューブ入れとくか。ここまでの量いっちゃうと、あとやちょっとじゃ。相当これ煮込まないと少ないから。一回煮立たせよ。こんな感じで、もう鍋なみなみですね。これでしっしっかりと煮込んでいきたいと思います。今日よりも明日、明日よりも明後日ぐらい置いた方がめちゃくちゃ美味しいやつなので、もう今日火にかけて、明日も火にかけて、明後日も火にかけて、もうじっくりゆっくりいただくっていうのがね、本当にからし焼き美味しくなっていくんですよ。いい感じよ、見た感じは。味はちょっと煮詰めてから微調整していきたいと思います。とりあえず豚肉も余ったし、豆腐も10パックぐらい余った。10パック余ってるので、豆腐が15個ぐらい入ってるのか、牛が1パックちょい余ってるので4キロぐらいかな、入ってる感じになってます。ただこれを一すくいして1人分だから、マジで100人前ぐらいあるんじゃないかなっていうようになってます。ちょっとこのまま煮詰めて作っていきたいと思います。そうしましたら、あちらさんをちょっと拭くのを見張りつつ、ネギを切っていきます。これは食べるときに上に乗せて食べるやつなので、もうお好みで。あの量に対してどれくらい必要なものなのかが正直わかりません。一つ分けしようかなって思ってるので、今ウニの千切りです。
ギリギリ吹きこぼれるギリギリで。煮込んでいきましょう。きゅうり千切り。感じで切って、もし足りなければまた切ります。こちらはこんな感じでコト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 、もうひたすら煮込んでいくしかございません。水分飛ばすぐらいな勢いで煮込んでいきます。こんな感じで OK かな。あともうこのままひたすら煮詰めて、煮詰め終わったらカメラを回してお見せできたらいいかなと思います。ただ今日が完成というよりは、本当にさっき言ったように明日か明後日が一番美味しい時なので、その時が完成かなっていう感じ。こんな感じでね、急遽食べたくなったからし焼きをね、急遽作ってみました。おせち食べた後になんかこういうものを食べたいっていう人がいると思うんですよ。優しいものを食べた後に刺激的なものが食べたいって思う人がねいると思うんですけど、割とこのからし焼きってお家にある材料で作れるものになってるので、ぜひ辛いものが好きな人だったりとか、今ちょっとこういう系食べたいと思ってる人がいたらぜひ真似して、まあ、この量じゃなくてね、普通のお鍋の量で作って食べてみてほしいなと思います。ちなみに今日の私はですね、これアンジュシャルムのクロスのピアスに、これもアンジュシャルムのハーフジップニットフードこんな感じの名前のトップスを着てます。そしてエプロンはいつものごとくパセリを着てます。今日の学校にはピンクよりもグレーの方が良かったかな。チョーカーみたいなのつけてるとエプロンが最高に似合わないですねはい、こんな感じで今日の私はこんな感じでございます。この動画がアップされている頃はお正月も終わって学校も始まってる頃なのかなと思うんですけど、皆さん本当にね、休めボケから復活して、まだまだコロナも流行ってるし、インフルエンザだったりとかノロウイルスだったりとか流行ってるものがねたくさんあるので、皆さんぜひ体調管理気をつけて1月そして2月を過ごしてもらえたらいいかなと思います。ということで、ちょっとねまだこのまま煮込んでいくんですけど、おまけな感じで後で煮込んだ後取れたらいいかなと思います。からし焼きの多分100人前ぐらいを、はい、作ってみました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、そして TikTok にアンジュシャルムパセリ、そしてフィルムやってますので、こちらも概要欄の方からチェックしてみてください。ということで皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。からのおまけどうぞ。まだちょっと煮足りないかもしれないんですけど、今日はこんな感じで食べたいと思います。